高校野球 .com をご覧の皆さん、こんにちは、西です。今日は野球に対する考え方をお話ししたいと思います。それでもね、周りが思ってるほどね、すごい選手は実はいなかったりするんですよ。その辺はやっぱり学校の看板背負ってるとかね、っていうプライドがあったり、あとは周りがそういう目で見るからっていうプライドであったりとか、あとは負けるわけにいかないだとか、そういうなんか考え方の違いだと思う。それはだから同じことを他の学校がやったら多分そういう学校は変わってくると思うんですけど、チャレンジャーであることの重要性はあるんですけども、でもちょっとチャンピオン気味になってもいいところって結構試合の中ではあるので、やっぱりこう上から見下ろして試合をするのと下から見上げて登ってやろうって思う、そういう体勢になったら絶対上から見下ろした方が有利には なりがちですから、それと天狗になるとはまた違うので、またそこもなかなか判断は難しいですけど、でも試合をするときにやっぱりまず、勝つことを前提に試合を始めないとなかなか勝てないと思います。自分の技術とチームの強さはまた別なので、自分に技術があっても相当なレベルがあっても周りあと8人がダメだったら もちろんダメだし、もしくは、周りが上手くてその中にいればっていう考え方をするんだったら、それはそれでもう、チャンスをもらえなくなるので、基本的にはやっぱり技術を伸ばすのは個人だと思うの でその個人の集合体がチームなので、周りが何とかしてくれるとかいつかどうにかなるだろうとか、これプロ野球でもたくさんいますけど、順番が来れば試合に出れるだろうって思ってるような傾向のある子もいっぱいいるので、チャンスは順番じゃないし、技術の向上も、時間が経てば自然と身につくものでもないので、野球の技術に関してはやっぱり、自分で知識を持ったりとか、誰か、いい指導者がいればそこに行って教えてもらうとか、あくまでも自分で階段を登らないとやっぱりうまくはない。